いいんだよ、負ければ、うん、何も言わずに二口目ってなんで今度急に黙ったのなんでこんにちは、こんばんは、赤髪のともです。僕は昔板前をやっていたんですけれども、その頃作っていたトントンして作るオムレツを紹介したいと思います。このオムレツは従業員のまかない用で、日に30人から40人前作る時もありました。とにかく手早く時間との戦いなので、雑に見えるかもしれないんですが、一度やってみたいと思います。材料はこちらになります。当時まかないを作るときは調理場のガスコンロだったので、自宅の IH とは使い勝手が違うんですが、火力はやや強火でやっていきます。フライパンの奥でひっくり返すので、この奥の壁にもバターを塗ります。左手のフライパンは前後に揺すって、右手の足はぐるぐる全体をかき混ぜます。フライパンを傾けて持って、上に振り上げると同時に右手でトンっていきます。左手はこうです。これ振り上げる、右手がここですね。ここを腹でトンってこうに、こう大げさにやるとね、こんな感じです。もう一度さっきと同じシンプルなオムレツを作っていきたいと思います。火力は6です。バターを溶かします。奥の壁にも塗ります。茶色くなる前に卵を入れます。で、左手で前後させて、右手でかき混ぜます。半分くらい固まってきたら、奥に全部流します。で、ここからトントンです。左手で振り上げて、右手でトンです。こう、こうやって、こうやって、こうやって、こんな感じ。おお、できたできた。いい感じのトロトロ具合でできました。3回目はネギオムレツを作ります。材料はこちらになります。
バターがジューって言ってます。これがちょっと静かになります。この後なった、なってからちょっとしたら入れます。今ぐらいかな、こんな感じ、これぐらいの感じで入れます。これくらいです。はい、こんな感じです。最後は明太チーズオムレツを作っていきます。材料はこちらです。チーズも切っておきました。最後なんで卵3つで作ってみたいと思います。シュワシュワきた。このあと静かになります。なったかな。では入れます。うん、OK。 じゃあ入れます。3つなんで卵の量が多い。これぐらいになったら寄せ始めます。じゃあソースをかけていきます。これで明太チーズオムレツの完成です。さあお母さん食べて。お待たせしました。多分ね、ネギオムレツはね醤油だと思うんだ。どうぞ。あ、うまい。うん、うん、うん、うん。あと緑色が入るから目にも美味しいよね。じゃあオムレツ明太の方食べます。
わ、うまそう。チーズ、あ、うまい。これはまかないでは出せないな。チーズ入ってたり明太子入ってたり、うん、これご飯が進むちょうどいい味の濃さ。おいしいです。はい、おいしいです。どうぞ食べて試食。うん、何が入ってるか。おいしいでしょ味は。うん、いや、うん、まだ何かいた？いや、うんって別に分かりもしないのに、うんって。あれ一生懸命考えてる。うん、あの、この赤いの明太子。めん、そう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 、が入ってるっていうこと言ってるの、うん、いや、それ見たら分かるよね。味がちょっと後が出てくる明太子の。うん、最初分かんなかった。入ってるの分かるね。ん？入ったら分かるでしょ。今日は明太子と合わなかったよ。いいんだよ、うまければ。うん、じゃあネギ食べて、これ。次こちらどうぞ。じゃあネギオムですね。どう？何も言わずに二口目って、なんで今度急に黙ったの？なんで黙っちゃったの？ネギだね。まあそれはそうだろうけど、こっち、まあこっちの方が味が濃いからね、こっち先に食べると。いや、私はあんまりネギ好きじゃないから。あ、そういうことね。まだ始まった好き嫌いが。ネギ今日この方が食べやすい。またはい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 、ということでした。とても美味しくできました。ということで、元板前の作るまかないオムレツでした。プロの方が作るものとはちょっと程遠いんですが、皆さんも挑戦してみてください。前に死神くんにこのオムレツを伝授した時には、彼は2回目でマスターしていたので、家族全員分作ってみると自分なりにコツがつかめてくるかもしれません。で、ぜひ挑戦した方はですね、写真を Twitter とかインスタに投稿する時にハッシュタグがみってみたってつけて投稿してもらえると見て回りやすいので、よかったらやってみてください。ではここまでご覧いただきありがとうございました。バイバイ。食べよう。やばい、炭水化物取りすぎ。うまい。あ、おばめな。